にちは、転売アカデミー堀秀夫です。今日はオールドコーストに来ています。あ、サーファーズパラダイスの海の近くのホテルに泊まったんで、早めに起きてお散歩して海まで来ました。で、転売アカデミーでですね、稼ぎ方を教えていて、まあ、よく堀さんはどうやってるんですかっていう質問をされることがあります。で、基本的に、まあ、初心者の方でも稼げるように、指導してますので、私がやってること、まあ、私の生活習慣なんかは、まあ、あんまり話さないようにしてます。ただ一つすごいおすすめの方法、まあ、まず何かをやろうと思ったらですね、代わりに何かをやめると、まあ無難なところで言うと、アマゾン輸出に取り組む時間、まあ、毎日1時間なり2時間なり確保しようとして、まあ、一番おすすめがですね、まあ、今まで会社の人と習慣で飲みに行ってると、惰性で飲みに行ってると、安い居酒屋で、まあ、時間潰して会社の愚痴言ってるとかっていう習慣がもしある方がいらっしゃれば、その習慣はやめた方がいいです。で、その習慣をやめてですね、まあアマゾン輸出に取り組むと。で、お酒は飲みたいよと、まあ、飲んでるの楽しいんだよという方は、普段と同じ会社の仲間とですね、安い居酒屋に行くんではなく、まあ、学生時代の親友とかですね、あるいは、どなたか一緒にいて楽しい方と、まあ、非常にいい店、まあ、ホテルのバーに行くでもいいでしょうし、ミシュランの星付きの、まあ、料理店に行くでもいいでしょうし、普段行かないようなところに、普段会いたい人と行く、一緒にいて楽しい人と行くっていうのはすごくおすすめです。何しろ、まあ、私のアマゾン輸出を始めようという方は本業にしようとすれですね、あるいは副業でちょっと稼ごうとすれ、今より、まあ、ちょっと良くしたいとか、何かを買いたいという場合が多いと思いますので、今までと全く同じことをしてですね、アマゾン輸出だけを始めれば稼げるようになるということは、ほとんどありません。今までやってないことをやる、生活の習慣を変えるという必要がありますので、それで、まあ、私がやっておすすめの方法は、安い居酒屋行くのをやめて、まあ、いいお酒を、一緒に楽しい人と飲むと、一緒にいて楽しい人いなければ、あるいは、時間が合わなければ、まあ、一人で、まあ、高級な、バーに行って飲むというのは、なかなか、生活習慣変える、まあ、自分を考える時間も、現れるということで、いい習慣だと思います。まあ、おいおいですね、他の習慣でも、まあ、毒にはならないだろうなというようなものは、順を追って説明していこうと思います。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。